陸奥湾のホタテ産業が直面するさまざまな課題に対応するため、宮下知事は総合戦略チームを今月中に立ち上げることを明らかにしました。福島第一原発の処理水放出に伴う中国の禁輸措置により、価格への影響が懸念されるホタテ産業。今日は喫緊の課題であるホタテの販路拡大や、中長期的な課題である親貝の確保などについて、宮下知事と県漁連の幹部が意見を交わしました。この中で宮下知事は、今後市場での価格下落が懸念されることから、先手を打つ形で産官学連携の総合戦略チームを今月中に設置することを明らかにしました。総合戦略チームは県や水産団体のほか、国の研究機関などで構成します。県がリーダーシップを取って取っていきたいというふうに思っていますし、これには入ってないんですけど、関係市町村もですね、しっかりと巻き込んで、行政全体で取り組むということをしたいと思います。またホタテ養殖業を100億円産業として安定させる必要があるとして、県漁連に理解と協力を求めました。県と一緒になってこう取り組むということは大変、これからの経営安定に向いていっているのはないかなと思っております。輸出が滞って国内 の、 その供給がだぶついてくると、価格が下がってくるということに対する対策というものは、これは必要になってくるというふうに思いますので、そうしたことを中心に取り組んでいくんだと考え、取り組んでいこうと考えています。13日には宮下知事が平内町を訪れ、ホタテ養殖業者と意見を交わす予定です。